はい、皆さんこんにちは。ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日はカスタムカー紹介をさせていただきたいと思います。紹介するのはこちら991前期、こちらになります。で、こちらの車いつもはエアロパーツとかローダウンとかタイホイールとかの紹介が多いんですけれども、今回なんと内装をメインにカスタマイズした車両になりますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。そしてこちらの車、最初に言っとくと、実はお客様の車じゃなくて、うちのカメラマンの愛車になるっていう、はい、なので詳細はカメラマンが詳しく知ってますので、そのカメラマンの解説付きでご紹介したいと思います。ちょっとじゃあ早速中を見ていただきましょう。じゃじゃーん。なんとポルシェチューナーでおなじみテックアートの内装、コンプリートまではいかないんですけど、内装を全部カスタマイズした車両になります。で、どこから紹介していけばいいのこれ、ボンドチャンネルを見てくださっている方だとテックアートご存知の方も多いと思うんですけども、ポルシェのチューナーになりますね。でもちろん外装、エアロパーツとかタイヤホイールとかマフラーとかそういったものもやってるんですけど、内装が本当に真骨頂のチューナーになります。でその内装を今回こちらの車に組み込んでございます。で端からドアから紹介していくと、ドア張り全部張り替えてます。で、パース的にはレザーとこの白のステッチとこの見慣れないファブリック、はい、これの組み合わせになります。でこのファブリックは何かというと、ロルフベンツっていう高級家具メーカーが、提供しているファブリックになります。はい、はい、でこれの柄もあるんだよね。はい、ロルフベンツで実際この柄の家具もあるんですけど、車用になんかその作り直した専用の素材になるみたいです。そしてですね、これウールファブリック、ウール、はい、なんですけど、なんかそのバージンウールって言って、初めてその毛を刈る羊のウールで作ったファブリックっていう、ちょっと手の凝ったファブリックの生地をこの上の部分と、あとこのドアのアームレストの部分ですねに使ってます。で意外にファブリックってこうレザーの下と言ったら変ですけど、なんかこう価格帯的にもファブリックの上にレザーがあるっていう、なんかちょっとそういうイメージだと思うんですけど、実際結構ファブリック今見直されてきてて、ポルシェのチューナーテックアートで使われてたりだとか、あとは今年ジュネーブで発表される予定だったベントレーのコンセプトカーなんかでもそのファブリックが使われてたりだとか、意外にこう最近見直されてきてる、そんな素材になります。でやっぱりレザーと違って、一番いいのは、ちょっとシートで紹介しますけど、滑らないとか、あとはレザーと違ってちょっと夏場冬場こうヒヤッとしたりとか暑かったりしない、蒸れない、そういった利点もあるんで、非常におすすめな、はい、そしておしゃれな、レザーと違ってこういう柄物もできるんで、そんな素材になってます。そしてですね、この辺パイピングは、このファブリックに合わせてでしょうか、白のパイピングを入れて、白ステッチ。そして注目していただきたいのはここの辺です。なんと普通は多分ハンツヤのシルバーだと思うんですけど、はい、グロスブラックにペイントしちゃってます、はい、この辺の、ここも塗ってんの？塗ってます。あ、ここも塗ってるんだ。この辺も塗って、ドアのとにかく高級感をアップしてると。やっぱりソジのパーツとか黒くピアノブラックに塗ることによって、高級感を高めてるっていう、ちょっとドアだけ見るとちょっとポルシェのドアと思えないような、はい、そんな仕上がりになってます。そして当然テックアウトですからレザーの質感、はい、めちゃめちゃいいです。じゃあ続いて内装、こちらを見てみたいと思います。もう内装もほとんど全部張り替えてます。ハンドル、ダッシュボード、センターコンソール、シート、アームレスト、全部張り替えてます。そしてフロアマットまで、はい、で順番に見ていきましょう。まずダッシュボードなんですけども、ダッシュボードはドアと同様に同様のこのロルフベンツのファブリック、手前だけ使ってパイピングでこう仕切って、奥側を全部レザーで張り替えてます。で結構ダッシュボードに明るい色使っちゃうとこう反射とか、あって見にくくなっちゃったりするんですけど、今回張り替えたのはこう手前だけなんで、そういったこともなく視認性もそのまま使えるようになってます。でこれちなみに2018年にロルフベンツとテックアートがコラボして作った、コンプリートが、それをカメラマンなりにオマージュした、はい、ちょっとインサートで差し込んでおきましょう、はい、これにかなり近い感じの E3 カイエンがあったんですけど、それを、オマージュしたデザインになってます。なんでカイエンも確かこのダッシュボードの手前のとこだけファブリックになってたんじゃないかなと。そしてダッシュボードなんかはやっぱりこうダクトとかかなり細かいパーツ構成になるんですけれども、テックアウトってこうレザーを剥ぐ薄くする機械持ってるんですね。なんでそういった細かい部分なんかもきめ細かくレザーの施工をすることができるっていう、
そしてこの辺のエアコンのダクトなんかも全部ピアノブラックでペイントされてます。そしてこのルーバーのこのフィンも、はい、ペイントされてて、この調整のとこだけ白のラインを入れてるっていう、ちょっとかなりおしゃれな、はい、そして高級感のあるエアコンダクトになってます。そしてセンターコンソールナビ周りに行くと、ナビ周りも同様にロルフベンツのファブリックが使用されてます。でコンプリートカーはロルフベンツとコラボだったんで、ロルフベンツのロゴがついてるんですけど、こちらさすがにあのロルフベンツとコラボではないんで、まあ、ちょっとロルフベンツのロゴはついてないんですけど、まあ、同様の素材で貼り替えてるっていう感じです。そしてアームレストにはしっかりテックアートのエンブレムもついてございます。そしてここ意外にこうパイピングと他組み合わせてあるんで、センターコンソールもパイピングを使うと思いきや、その辺はですね、使っちゃうとこう出っ張りが出ちゃう、はい、はい、っていうことであえてステッチだけに、はい、してあるみたいです。そもそも薄いレザーだから、あーなるほど、そういうことね。なんで、まあ、その張り替えのやっぱりプロフェッショナルテックアートが、まあ、張り替えてますから、その辺の、まあ、仕上がりなんかも重視して、まあ、パイピングだったりの使う場所なんかも選ばれてるって、そんな感じです、はい、そして一番のメインになるこのシート、はい、こちらももう他のバースと同様です。真ん中をロルフベンツのファブリックで張り替えて、まあ、その周りをパイピング、はい、そしてヘッドレストにはテックアートの刺繍が施されています。この辺なんかも白と黒のツートンで、かなり内装のイメージも変わって、そして高級感、はい、そしてなんかこうおしゃれな感じ、ちょっと家具っぽい、そんな感じのおしゃれな内装になってます、はい、そしてシートはなんとこの調整の部分がしっかりペイントされてたりだとか、あとはシートのバックレストですね、なんとシートのこのバックレストの部分までペイントされてます。なので本当に高級感がアップしてますね。ワンランク上の内装になってる、そんな感じです。そしてハンドルです。ハンドルもテックアウトによって張り替えというか、はい、カスタマイズされたハンドルになります、まあ、握るところがパンチングですね。そして上下がアルカンターラ、そして白のレザーのセンターマーキングが入ってる感じです。で結構その安いハンドルなんかと比べていただければ分かるんですけれども、もうパンチングのこの穴の並びも穴も本当に綺麗に開いてるという、結構安いステアリングなんかだとこのパンチングの穴がこう潰れちゃってたりだとか、あとはこう貼るときに引っ張って穴が伸びちゃってたりなんていうのもあるんですけど、さすが内装職人テックアートの手掛けるハンドル、全部均一に並んだパンチングになってます。そしてやっぱりパンチングだとハンドル握ったときに蒸れたりとか滑ったりしないんで、まあ、非常におすすめな素材でもあります。でこれパンチングの中が白いレザー入ってるんですよ。あ、そうだそうだそうだね、すごい目立つように、まあ、そんなこともやってあります。そしてこの中の色も選べるんでね、選べます、はい、そしてハンドルのスポーク部分は同様にグロスブラック、ピアノブラックで塗ってます。でエアバッグはレザーで貼り替えて、白の刺繍ステッチが入って、センターにはテックアートのエンブレムが入ってるという。やっぱりこう運転するとき必ず触る部分なんで、この辺のカスタマイズ貼り替えは非常に満足度が高いポイントになります。で最後フロアマット、フロアマットもこれまたおしゃれに、はい、仕上がってます。もう他の部分と同様にロルフベンツのファブリックと、あとは白のパイピング、白のステッチで仕上げてます。で他のこれはどうなってるの、これ、これはなんか滑りづらい素材。ああなるほどね、これなんて言えばいいんだろう、これも一応なんだろうな、カロマットみたいな、細かいカロマットみたいなちょっと同じあのもので例えちゃいけないんですけど、ちょっとこうガサガサした感じの布地で滑らないフロアマットになってます。で端っこには同様にテックアウトのエンブレムが入ってるという、もう本当に車がめちゃめちゃ豪華に、あ、そっか、ここも全部張り替えてるんだよね。あ、そうですね、ダッシュボード下、このダッシュボード下も全部張り替えてるという、そしてコラムも全部塗ってるという。でもなかなかもうこれ仕上がっちゃってると、なんかこのファブリックの部分だけ目がいくと思うんですけど、もう知ってる人、ポルシェ知ってる人が見れば、あれ全然こんなの純正でないよねってすぐ分かっていただけると思います。そして今回この手掛けたこの内装なんですけれども、実はこれ、まあ、今回これカメラマン仕様なんですけど、お客様の好みでいかようにでもこれを作ることができます。で
もう内装のカスタマイズって結構こうハードル高いイメージだと思うんですけど、テックアウトの内装のカスタマイズってもう本当に単純明快、分かりやすくて、もうパーツごとに全部張り替えの価格が決まってます。例えばシートだったらいくらとか、ドア張りだったらいくらとか、その中で何をやっても料金が一緒っていう。あとはもうどこをどうするかとか、何色を使うか、その辺はテックアウト そのスタッフと、まあ、ミーティングというか打ち合わせをして、こういうのがいいんじゃないか、ああいうのがいいんじゃないかっていうので作っていくことができます。なので本当に、まあ、今まで、まあ、内装のカスタマイズ興味あるけどやったことないなとか、これからやってみたいなっていう方はおすすめのカスタマイズでございます。はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、いいでしょうか。はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。あ、キーホルダーもテックアウトが、はい、ちゃんと白のステッチで合わせてあります。あれ、これ前はあるか、手動か。なんかね、もうあのテックアウトに行った時を思い出しました。はい、もうなんか中身は変えてないんだよね。これ変えてないです。中のこのクッションそのまんまなんで、なんか座り心地だったりとかっていうのは大きく変化はないです。ただやっぱりファブリック、この夏場でもこうレザーがあちっていうことがないっていう、特に冬場、まあ、さらに冬場なんかだと、まあ、こうひんやりしたりすることもないんで、まあ、非常に使い勝手もいいんじゃないでしょうか。そしてハンドルはやっぱり毎日触る部分なんで、この辺変わってるとかなり満足度が高いですよね。やっぱりバッチリです。そしてテックアウトこの握りを変えたりとかっていうのもできるんだよね。はい、ちなみにこれ変わってます。あ、変わってるんだこれ。横から見ると、ああなるほどね、ここがね、まあ、そういった小変更なんかもできると、はい、そしてステアリングヒーターがついてる車だったら、そのままステアリングヒーター生かしたまま張り替えなんかもできる。はい、はい、こんなこともできます。で本当にもう内装のカスタマイズはもうアイデア次第でもう無限大なんで、まあ、ちょうどテックアウト僕ら去年行かせていただいた時に、まあ、テックアウトのスタッフも言ってたんですけど、まあ、場合によってはレザーの持ち込みなんかもできるという、はい、ランボ純正のレザーで張り替えたいなんていうお客さんがいて、そのランボ純正のレザーで、あのレザーが飾ってあったりだとか、はい、そんなこともしてたので、もう本当にお客様の要望次第でいろんなことができます。こんな感じでしょうか。はい、はい、本当になんか高級感がアップして、ちょっとこうレーシーというかスポーティーなポルシェからちょっとおしゃれなポルシェになってます。でやっぱりテックアウト、あでやっぱりポルシェってこうオプションでいろいろ積み重ねてって、内装のカスタマイズもしていく感じですよね。はい、はい、レザーのパッケージ入れてこのダッシュボードレザーにしたりとか、はい、でやっぱり中古車なんか選ぶとどうしてもそれがあるないとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、なかったら、まあ、テックアウトで、まあ、後からでもできますんで、まあ、そういった、まあ、カスタマイズの楽しみ方もいいんじゃないかなと思います。このステッチの種類もいっぱいあるんで、あーなるほどね、これもね単純なこうピピピピっていうのじゃなくて、はい、なんかこうバッテンにしたりとかもあるんでね、はいはい、そしてこの辺のやっぱり動くパーツとか、あとはこの辺の裏側張り替えの丁寧さが出てくると思います。でどうしてもこの辺厚いレザー使っちゃうとこの動きが渋くなったりとか引っかかったりとかもしちゃうんですけど、当然内装職人テック画像が手掛ける仕事ですから、この辺も完璧に仕上げられています。今カメラマンの発注ミスを見つけました。ここは黒く塗ったのにここはそのまんまだったっていう、あ確かにちょっとこれ合わせた方がちょっと高級感が、はい、うん、なるほど、まあ、こんなのもやろうと思えば全然できちゃうという。はい、ちなみにこの川消しが青いのは開演を真似しました。うん、あ、そうなんだ。え、その E3 開演のコンプリートかのやつ、はい、もう青だったんだ。青です。なるほど、まあ、そんなこだわりも詰まってるそうです。やっぱこの辺張り替えてるとやっぱりいいね、質感が最高です。はい、というわけで今回はテックアウトで内装をカスタマイズした991をご紹介させていただきました。でポルシェであれば全車内装のカスタマイズできますんで、まあ、お気軽にボンドショップ各店までご相談ください。まあ、ちょっと内装全部いじるってなってくるとハードル高かったり時間もかかっちゃったりするんで、まあ、まずはハンドルとかシフトとかフロアマットだけでもかなり印象が違っていいんじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。